もフットアーティストジュンでございます、今日は12月15日、今日はですねとある場所に、フットボールを愛するレジェンドに、会いに行きたいと思っております。フットアート TV。 そのレジェンドとのまたこのご縁もまた面白いのですが、そのイエローキングスのまやちゃんのお父さん、まやです。まやちゃんのお父さんのアミーゴということです。そう、高校の同級生でサッカー部で一緒にプレーしてた仲間なんですよね、大角義行さん。今やフリーサッカージャーナリストでとっても有名な方です、はい、その方にですね今日これから会いに行けるということで、会えるのかな、はい、多分会えると思います。サッカーの神様が微笑んでくれますように、よろしくお願いします。私ちっちゃい頃ね、サッカージャーナリストになりたくて、あの小学校の時に大角さんに手紙書いたの、ね、あ、その話ね。そう、それで書いて、あのお父さんに大角さんに渡してって言って、渡してもらったら、その、まあ、J リーグちょうど開幕したぐらいの時で、そのね、選手名鑑とかいろんな資料を送ってくださって、そう憧れてて、お礼をね今日言えるって思った。何年ですかそれは。いやそれね、年齢バレるけどね、30年ぶりぐらい。あ、そうかそうか、そういうことね。すごいよね、すごい再会が今日待ってるということで。そう、ね、楽しみですね。到着しました。今日はまやちゃんのお父さんのご縁から、大角さんと出会うことができまして、ちょっとすいません、ちょっと今日皆さんにカレンダーの思いとあったりとか、ちょっとその辺をお伝えしていいですか。まやちゃん、はい、いいですよ。すいません、ちょっと僕も本当皆さんと一緒で、僕サッカー大好きで、でいろんなことを学んで感じてきました。でそれを詩という形でカレンダー1ページに添えてるんですね。はい、でその詩とかもやっぱサッカーをやってきて感じたことを綴ってるんです。なので本当皆さんに見てほしいんですけど、で写真も僕が全部撮ってて、その写真と詩をカレンダーにしてます。でこういう作品をもっとこれからどんどん多くの人に届けたいっていう気持ちでこういう活動を今やってるんですけど、はい、いろんな方との協力してもらって一冊の作品として、でこうやってね来れたことに感謝してます。で、ボールでつながる出会いというものを僕大切にしてて、本当にこういう時間に感謝します。ありがとうございます。すいません、なんか皆さん楽しいところのにやって、はい、すいません、こういうのやってますのでぜひ見てください。でこれを今2人がサポートしてくれて、YouTube という形で、映像として発信してます。サッカージャーナリストの、先駆者っていう言葉が書いてあったんですけど、その一発目っていう、 こう道を自分で作っていったっていうのは、そんな知識はなくて、サッカージャーナリスト先輩たくさんいるんだけど、フリーランスってあんまりいなかったんですね、で、やってみたら、他にいなかったっていうだけで、別に先駆者とかなんとかってそういう意識は全然ないんです。12歳の時から計画してたから。そうなんですよ。栄光入った時に、学校の栄光機関士、栄光っていうのがあって、それの編集部に入った、まず中学1年の時に。で、中学3年の時にサッカー部に入って、で、就職したらサッカーマガジン編集部だった。サッカーの魅力を最後お願いします。はい、サッカーの魅力、サッカーの魅力はね、こうやって、本当にボール1個で、ボール1個を中心にしてみんながこう結びつくってとかと、本当にこれはいいコンセプトで作ってあると思うね。素晴らしい。ありがとうございます。素敵なお言葉をいただきました。じゃあすいません、ありがとうございました。はい、どうも、今ですね、大角さんとご縁をいただきカレンダーを渡すことができました。で、カイトも合流をしてボールでつながる輪を、で、大角さんの言葉、インタビューの言葉がめちゃくちゃいいので、ぜひこれはしんちゃんうまく見せてください。お願いします。どうでしたかいくん。いやー、つながりました ね。クロアチアの話も興味持って聞いてくれて本当に感謝ですね。ありがたいです。すごい素敵な方でした。本当にありがたいです。はい、では皆様ご視聴ありがとうございました。